社会データ構造化センター長の前田です。今日はそのセンターの活動を報告させていただきます。ホームページはこちらにございますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいと思います。ホームページ開設中で2月にはまたちょっと様子が変わったものになる、予定でございますけれども、こちらにおよその、活動データなどが、集約されております。センターですけれども、私のセンターは、冒頭の、藤山支局長の話にございましたように、データ共有支援型のセンターでございまして、社会調査データや公的ミクロデータ、ソーシャルビッグデータを整備し、広範な活用とすることで、各種の社会的課題の解決のための実証的学問推進、実証的データに基づく政策立案実現のための研究基盤を発展させることを目標にしておりまして、今ちょっと名前を挙げましたような、社会調査関連事業、公的ミクロデータ事業、ソーシャルビッグデータ事業のような3つのグループに分かれて活動しております。いずれも少し性格が異なるような活動をしているところもございますので、今日の紹介はちょっと総花的になってしまいますけれども、最後に共通課題もあるというようなことでまとめてお話ししたいと思います。まず社会調査関連グループの活動でございます。社会調査関連事業は、各種の社会データ、社会調査データです、失礼しました。社会調査データの整備と公開を目標としておりまして、これはある意味、統計数理研究所で過去、長いことで社会調査の活動を実施してきたものですけれども、データの公開が進んでいなかったものを、大規模な学術調査のデータの公開が進んでこなかったものを、データサイエンス研究の本センターが引き受けて、データの公開を進めるというようなことを目的としているということです。また一方、これは大規模には展開できていないんですけれども、共同調査ネットワーク形成と共同調査の実施を通じて、コミュニティに貢献するということも活動しております。また、コンプライアンスに関わる課題の研究もしているということです。こちらが、社会調査データの整備と公開の状況でございますけれども、ここは詳しくはホームページでご覧いただきたいと思います。有名なところでは、日本人の国民性調査という統計のプロジェクトが53年から実施しておりますけれども、このデータの公開は客員、教員、共同研究への応募等を通じて始めているところで、次期第4期にはこの公開をぐっと進めて、より広く研究者コミュニティに使っていただけるようになるかと思います。また、これの兄弟プロジェクトのような形で行われてきた意識の国際比較調査については、今現状では共同利用研究の形で使っていただいているほかに、この今年度中に簡易版で無制限に利用していただく危なくないデータという形で公開できるようなものを用意してございますので、そちらの公開が今年度中に行われる見込みでございます。というような形でデータの公開整備等を進めております一方で、これは例えば共同研究を通じてということなんですけれども、社会調査データの公開の支援活動というのも行っております。我々のセンターで、信州大学の社会知性研究開発センター、社会知性開発研究センターですね、との MOU も結んでおります。こちらがホームページなんですけれども、その中のソーシャルウェブビューイングプロジェクトというプロジェクトが、金井正幸先生が代表のプロジェクトなんですけれども、このプロジェクトで国際的な共同研究のプロジェクトを進めているところの活動を支援しておりまして、このプロジェクトで取得したアジア圏8カ国の国際比較調査のデータセットの公開のための支援を行ったと。この結果としては、我々のセンター、アーカイブ活動として、アーカイブセンターとしての活動まではまだ至っておりませんので、実際のデータの公開は韓国の国際的なデータアーカイブであるコスダからの公開が行われたと。のことがございます。また、社会知性開発センターが考えた新たなプログラムへの外部プロジェクトの応募に協力など、研究力強化に貢献しているところでございます。この社会調査事業の少し特徴的な、なんていうか、成果として、今回ご紹介、今日特にご紹介申し上げたいのは、共同型の調査を通じたデータ公開ということについて、少しだけ紹介させていただきたいと思います。これは、名古屋大学環境研究科立川正先生の共同研究の形で行われたものですけれども、立川先生がゲノム編集技術の農業とか食品分野における市民の需要をテーマとする研究を行っていらっしゃいました。テーマを立川先生が持ち込みまして、本センター側が調査設計を支援しまして、2016年度ぐらいから共同の調査を行いまして、最初は国内調査だったんですけれども、国際比較調査へも発展いたしました。立川先生が個別テーマに関わる深い知見をお持ちでいらっしゃる一方、私どものセンターで調査技術を持つセンターが、
調査設計を支援することによって、まあ、ウィンウィンの関係が築けているかなというふうに思っているんですけれども、でも本センターの教員が人で、まあ、特任教員の加藤さんという方なんですけれども、パルグレーブコミュニケーションズというネイチャー系の雑誌に、まあ、比較的、最近、2019年度に論文発表することができまして、この、論文、比較的高い評価をいただいてましてですね、例えば、昨日の時点ぐらいですけれども、まあ、かなりアクセスも多いし、引用件数も多くてですね、このディメンジョンズという、まあ、機能の分析によりますと、同じ時期の、同じ頃に出版された論文を指定して、41倍、エクセルムリーハイリーサイテッドの論文として、まあ、紹介されているというようなことがございますし、また、つい最近なんですけど、1月21日に研究者、ある研究者のツイートだったんですけれども、この論文を指してですね、データコレクションヒアイズクワイトワンドフというふうに褒めていただくのはちょっと嬉しい結果があったんですが、まあ、このような形で成果を上げて、もちろん立川先生がその分野で、農業、フードシステムの分野で、様々な発表もされていますけれども、このデータ、貴重なデータですので、公開に向けた共同研究を、まあ、立川先生代表とする共同研究を DSS 側で受けて、まあ、これを公開していこうということを考えています。まあ、これはデータ取得の構想段階から関与して、品質保証付きで、まあ、社会調査データの公開を進めると。な形で、まあ、本センターが行いたい活動の一つの例になっているかと思います。次に、公的ミクロデータグループについてちょっと紹介させていただきます。公的ミクロデータグループ、これもホームページにご覧になっていただきたいと思いますけれども、いくつかのプロジェクトを推進しております。まあ、下に高度信用リスクプロジェクトとか、EPBM 研究プロジェクトとか、紹介ございますけれども、ここでは上の2つ、ミクロデータセキュリティプロジェクト、公的統計二次利用推進プロジェクト、またその、これらのプロジェクトを支えています、公的ミクロデータコンソーシアムによる活動というのを、少し紹介させていただきたいと思います。このミクロデータコンソーシアムにつきましては、こちらにホームページがございますので、ご覧になっていただければと思います。また、立川キャンパス内 DS 等の中には、オンサイト解説室も開設し、大学等の研究者の利用に供しているところでございます。公的ミクロデータコンソーシアムは、公的ミクロデータの研究利用、二次的利用を促進するために2016年に設立されまして、本年2月、1月現在で会員数82名ということになっているのも、まあ、研究者ということになるかと思います。まあ、ここは、まあ、官学産の連携を推進するということを、まあ、利用促進に関して、この連携を推進するということを、まあ、目的として活動しておりまして、まあ、普及啓発を、の活動を中心にしております。まあ、この基盤技術の確立ということも重要な研究テーマになってきますので、ここに書いてある3つのテーマというのが、まあ、本センター、あるいは、本センターだけで、教員が、配置されているということではなくて、統計数理研究所の側から、兼務の教員が来ていただいているという状態ですけれども、このような基盤技術の確立のための研究も進めているところです。ミクロデータコンソ研究コンソーシアムにつきましては、評議会がトップにございまして、そこの、議長は、研究機構の副校長であります藤井良一に務めていただいておりまして、運営委員会の委員長を、DSS にも兼務している、南教授に務めていただいているというようなことでございます。この事務局を、まあ、DSS の社会データコ、あの高度化センターがお引き受けしており、官の側からは総務省の統計局を含む、まあ、統計、公的統計に関わる、様々なセクション、局の、ご協力いただきまして、また、研究の側としては、科研費のプロジェクトなどもこれを支える、活動をしていただいているというような状態でございます。この主な活動としましては、まあ、コンソーシアムシンポジウムというのを1回開催しております。また、ホームページによる情報提供も行いますし、まあ、例えば昨年度ということで、失礼しました、今年度の昨年11月だったでしょうか、デジタルの秘匿ページなんかを通じまして、公的ミクロ統計の、利用推進に貢献するような普及活動も行っていると。また、今年度、近々ニュースレターを発行するなど、あるいは、公的ミクロデータ利用に関するアンケート実施なども行っています。特筆すべきは、これはもう昨年度になってしまいましたけれども、日本統計学会の第16回統計活動賞を、受賞いたしました。で、この、公的ミクロデータのオンサイト利用というのを、先ほど DSS の中で部屋を設けて行っているということをご紹介しましたけれども、これについて少しだけご紹介させていただきます。公的ミクロデータの利用にはいくつかの方法があるんですけれども、オンサイトで施設で利用するというのは少し
それなりの、特徴がございまして、まあ、利用の申し込み許可で、申し込んで許可を得た研究者が、オンサイト施設を訪問した上で、そこに、中央データ管理施設にある、データベースにリモートでアクセスして、ここでかなり探索的にデータを分析することができるということなんですね。別の使い方ですと、あらかじめ決まった分析しかできないということなんですけども、それだけではなかなか研究が進まないとなって、やっぱり探索的に分析するということが重要で、その結果として、重要な結果が得られたというふうになった場合には、その分析結果は、そこの場で持って帰れるわけではなくて、提供依頼を通じ、統計センターの審査担当者が秘匿性に関する審査を行った上で、暗号化された電子データとして渡されるというようなことです。なぜならば、そういう分析結果は、統計情報しか含まれてないように見えて、実はちょっと危ない情報が含まれてしまう可能性があるので、その部分の審査を行う必要があるし、また、あらかじめ秘匿処理を行う必要があるということになりまして、その部分の審査の省力の化のためには、そのツールというのの開発が重要になってきます。で、まあ、本センターの教員が、例えば、まあここはクロス表の、テーブルに関する、まあ、秘匿を効率的に処理するための、安全性審査を効率するために、秘匿処理ツールというのを開発したものを、まあ、この審査システムの中に組み込んだというような貢献が、本センター、あるいは統計数研究の教員としてなされているというところでございます。3つ目のグループ、ソーシャルビッグデータグループの活動についてもご紹介させていただきます。ソーシャルビッグデータグループでは、研究者間による、まあ、ソーシャルビッグデータを用いる研究活動で必要となる、プロトリオのデータの管理方法になるプラットフォームの整備の推進、並びに、ソーシャルビッグデータを用いた共同研究などを行っております。プラットフォームというふうにここで申し上げておりますのは、まあ、ある意味、共有データを管理し、共有するための、まあ、基盤となるような、まあ、システムというもので、まあ、ひな型を作っているというような状況になっています。これは、利用促進が求められているところではあるんですけれども、実はなかなかその利用が可能なデータの共有というのが、簡便に共有できるようなシステムはなかなかできてこないけれども、そこの、に資するようなシステムを開発したいということでございます。また、実社会データの共有基盤の、開発という活動も行っていますけれども、の収集活用が未発達なんですが、まあ、そこについて、いうような基盤というのの開発が、まあ、必要になってくるということが、まあ、背景として、目標として掲げているところでございます。ビッグデータグループの関連事業として、プラットフォームを開発しているというときに、まあ、データを共有する、共同研究者との間で共有するというようなことを考えたときに、まあ、あるところにデータを投稿して、まあ、それを利用するユーザーがいるというような形になるのですけれども、そもそもこのデータを使っていいと、投稿していいかどうかということを、まあ、きちんと誰が審査するのかと、どういう形できちんとそれを担保するのかということもある。また利用者側としては活用方法がわからない、誰がどのような形で活用したかわかる管理というのが、まあ、必要になってくるんですけれども、そのようなことを、まあ、なるべくまあ、この分野の特性に応じた便利なプラットフォームとして開発したいというようなことを考えて、例えば管理方法のプラットフォームにはチェックリストを使って、そのチェックを行っているかどうかというのをセルフチェックできるような形の、仕組みを入れた形で、そのデータの共有を進められるようなプラットフォームを作ろうとしている。現在できているシステムの中に入れられているチェックリストは、例えばこのようなものとか含まれていたりします。2番目にですね、主な活動として紹介しているのは、これ今、客員になられて、この年から客員として活動していただいていて、まあ、ソーシャルビッグデータに活動されていた相原先生の活動なんですけれども、これは自治体との共同というところも非常に特徴となっているような活用でございます。で、実社会データ共有基盤というので、一つの例として、町の流動を反映したデータの共有基盤というのをまあ、開発するというようなことで、交通系で、例えば、Bluetooth スピーコンを搭載したバス、タクシー、レンタサイクル等の移動体のスマートフォンアプリに検知して位置情報とともに送信する、まあ、そういう方法論を開発するということとか、あるいは別は、車に積んだ、まあ、ドライブレコーダーのアプリに、路面の状況を検知するための機能をつけて、それを、まあ、収集してデータを、まあ、リアル、比較的、大きなデータを共有というか提供するための、データの基盤を開発したというようなことがございます。これは、
歩行者の道路状況把握のための路面データの収集と活用の部分ですけれども、島根県との共同研究でございまして、まあ、道路コンロ業務で実際に道路パトロールで出ている車にスマートフォンなどの普及デバイスを積んで、半自動のデータ収集を行って、そこからデータのイベントを抽出する、まあ、その実用面の適用前提に、路面上の、正常の推定をするためのシステムを開発したなどということがあり、まあ、島根県との、で実際に実用に供されるところまで近づいているというような状態になっています。まあ、このように3つのグループで活動しておりますけれども、まあ、共通の課題というのもございまして、まあ、一言でまとめますと、データライフサイクルをマネジメントするというようなことでございます。データライフサイクルというのは、まあ、研究を企画するところから共同利用するところまでいくつものステップがあるわけですけれども、そのライフサイクルを意識した管理計画を立てて、各ステップで、まあ、法的とか倫理的な問題を管理するという、コンプライアンスの問題をきっちり管理するというようなことでございます。このコンプライアンスの管理を意識した啓発活動を私どものセンターでよくやっておりまして、チュートリアルセミナー等を企画して、まあ、資料の公開なども行っています。で、実際、今年度2月にはセンターのシンポジウムでも個人情報保護法を中心としたチュートリアル企画を考えておりまして、もしご興味があれば参画いただければと思います。ちょっと時間超過しましたけれども、本センターの活動を紹介させていただきました。ありがとうございました。